アメリカの外交評議会、いわゆる CFR の日本問題のシニアフェローでありますシーラ・スミス博士が来日され、今日は2人で食事をさせていただきました。スミス博士の専門は日本の経済外交ですけれども、最近では中国問題、そして韓国問題と北東アジアの政治経済を中心にリポートをまとめております。ご本人は民主党の支持者、アメリカの民主党の支持者ですけれども、アメリカの大統領選挙の行方、あるいは北朝鮮の非核化を含むこの北東アジアのナショナルセキュリティについて、そして一番スミス博士が関心を持たれていたのは日本のこのねじれ国会、そしてこれからの国政選挙の行方、こんなことを2時間余りにあたって話をさせていただきました。博士は8月まで日本に滞在され、その間に、韓国あるいは沖縄各地を回られて、この北東アジアの安全、そして日本とアメリカとの関係について論文をまとめるということであります。インタビューにいらっしゃったんですけども、私の方からもやはりこの長かったアメリカ民主党のいわゆるプライマリー、オバマ上院議員とヒラリー上院議員との戦い、そして本選挙の行方、政権が変わることによっての日米関係、日中関係、日韓関係についての幅広い突っ込んだ意見の交換をさせていただきました。